田村智子です。こういう質問が来ました。戦艦ブラザーズをやって最初に生徒が分かったようだけど、なかなか定着しないと、そういうご質問がありましたので、私がどんなレッスンをするかのことを録音したいと思います。あ、録音じゃない、録画したいと思います。で、最初のこの表紙を見せます。で、せんくんは顔のところにピューンって入ってるから、せーんって言います。で、子供たちにもせんをやっていただきます。で、かんはちょっと置きますね。かんは挟まれているところのかん、そこはトンネルみたいでぶつからない、この間をこうやってこうやって動くんだよ、ここがかんだよ。でも、もう一つここのところから覗いてるの、ああ何があるんだろう、これもかん。それから逆にぶら下がってブラブラブラ、いろんなところを見てる、これが管。線は線って1個だけれども、管は管管管って3つあるっていうことを、この表紙を見ながら生徒と一緒にします。これがまず1回です。ここでレッスンは終わります。